と、あ、行った。多分行きましたか。あれね、何やっけ、あれしなきゃダメなんですよ。ナングラのキャンペーンっていうかな、ナングラのナンバーグランプリ、あ、ナンバーワングランプリ、そう、それで、あれ、ファンの皆様と一緒に、お、タワー、え、嬉しい、ありがとうございます。え、すごい、ちょっと待って、どうやって見るんやったっけ、どなたであろう、どっから見るんやったっけ。お、一般ピーポーさん、ありがとうございます。嬉しい、タワーいただきました。久しぶりにやろう。なんかクリスタルタワーが立ったわ、ありがとうございます、イエーイ、嬉しい。久しぶりのこの感じやな。で、ナンバーワングランプリ、もうなんか分かれへん、もう一回お願いします、何でしたっけ。覚えれないんですよ、ナンバーワンかな、あ、ナンバーワングランプリ、そうそう。で、それね、大喜利なんですよ。大喜利をファンの皆様と一緒に考えるというイベントをただいまやってまして、大喜利ということで、とても苦手なジャンルになります、私がね。で、一緒に考えていただきたくて、作戦会議的な、なんか多分もう皆さんいろんなメンバーの配信をご覧になられたと思うので、もうご存知かと思いますが、その大喜利のタイトルというか、問題文が、何でしょう、みんな一緒なんですよ、わかりますか。8期生の何でしょう、もう答えまで言ってるんですけど、そう、今 NMB48 がオーディションをやってて、8期生の募集のオーディションをやってるんですよ。で、大型新人が入ってきました、その新人はどんな方でしょうっていうのが今回のタイトル、大喜利のタイトルになります。タイトル、問題文、あ、問題になります、お題、そう、お題になります。難しいですよね、大喜利っていうのがそもそも何か分からなくて、大喜利なんか、モノボケは分かりやすいじゃないですか、物を使ってボケるっていう、モノボケ、大喜利はって言われたら、大喜利分かんないんですよね、ググっても分かんなかった。皆さんもあれですか、他のメンバーの一緒に考えてあげました、いいのなんかありました、いいのありましたっていうか、なんてやろ、どんな感じなんかな、なんか
どんな感じがあれなんかな、答えなんかなっていうか、難しいよな。え、これって皆さんが考えた答えをあれなんかな、ツイートするってことなんかな、それとも一緒に考えて、あのどういう感じなの。むずいですね。どちらでも OK？ OK。 そうやな、最後はメンバーが決める。皆さんの方が知ってるね皆さんの方がよくご存知で。私、じゃあ作戦会議でしょこれ。そうやな、どんな新人、どんな新人がいいですか、皆さん来てくれたらいいなって。これって大喜利って本当のこと言っちゃいけないんかな、本当のこととは。配信するとパネルが倒れてくるあれどっかで見覚えあるぞ。みんなどんな感じに書いてんのやろ。あ、面白ければ。へえ。なんやろな。ありえない回答でもいい。ありえない未来が見える子。すごい衣装ルームの切り方がカメラを指、あ、この間さ、私あれなんですよね、切り方分かんなかったやつ、そんな終わり方しちゃいました。皆さんミーキーのこと言ってるな。スケッチブックの下しか使わない。いつものぶっ飛んだ。いや、私真剣に答えてるんですよ、いつも。すごーい、ミキのことを完璧に理解できる発揮性、冠番組を3つ持ってくる。そうやな、いきなり生き生きしてる、すごい。皆さんで会えしてるじゃないですか、すごいな。どん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 浮かんでくるんですか、答えが。すごい。私は何かな。なんか新しいやつ出ますよね、携帯。すごい、くまちゃんが飛んできた。手野田さんありがとうございます。くまちゃん10個、ありがとうございます。あ、宇野のしかさんレインボースター投げてくださってる、ありがとうございます。嬉しい。8期生オーディションの新人な、そうやな。なんやろ、なんやろ。なんか皆さんの回答が面白くて見飽きちゃう。
ガラケーしか使えない新人。鹿、本物の鹿、常にボディーガードがついてる。なんかすごーってなのばかり。なるほどね、そういう感じか。よし、じゃあ参考にさせていただいて、参考にさせていただいて、ではでは、久しぶりだし、あのお話とかもしますか？10時33分か。大喜利の、あ、メモしようと思って。皆さんが考えてくださったの一応ね参考にさせていただきますね。明日の26日、明日までなので、私の回答がどんなんだったかって気になってくださったなっていう方は、私のあのツイッターを見てください。お願いします。お題はもう OK なの、あの随時募集中です。なんかいろんなお話もしようかなって思って、いろいろ皆さん思いついたら教えてくださいね。書きますね、メイキはメモる。頑張ってください、ありがとう。気になりすぎて夜しか寝るや、夜に寝るんや夜に寝るんやで。でもみゆきはめっちゃ夜行性です。もう目を光らせて夜行性です。なんやろうな、口癖です。七期の推しは誰ですか？七期生迷っちゃうな。みんな可愛いからな。決めらんないです、決めらんないです。逆に教えていただきたい。どなた？コスピーさんの七期生の推しメンは誰ですか？お、15分経過しました、出ました、イエーイ。15分ももうやったんか、はや。極度のしかみ知り、人見知りならぬ、結構な数のメンバーが答え出してるからネタかぶらんようにせなね。あ、そっか、ネタかぶっちゃう。あ、ネタこれネタですか？そうやな、なんか書いてた気がした。静電気コップでお茶を飲んでいる。お、すごい、それ面白いやん。気づかずってことやろ。やばい、それは。じゃあそれも買ってきます。静電気カシャカシャ聞こえる？
みゆき見ず書けねん、あの見ないでね、あのメモ帳見ないでこうやって字書けるんです。すごくないですか。そして私は文字を書くときとかは、本当は皆さんとかはあのシャープペンとかボールペンとか色ペンとかなんかそういう感じだとするじゃないですか。みゆきはこのマーカーで書きます。マーカー黒なんですけど、どうしてかというと字が見えにくいと言われることが多いからですよ。え、知らないうちにタワーが2本立ってます。えー、嬉しい、招き猫さんありがとうございます。イエーイ、クリスタルタワーが立ったわ、ありがとうございます。イエーイ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 、エアハイタッチ。じゃんけんに負けたことがない、じゃんけんに負けたことがない人が8期生すごい。週2で海外のバイトをしている、週2で海外のバイトをしている。たったは週2で海外のバイトをしている。では見ずに書きますね、メモ帳。聞こえますか音。めちゃ見ちゃった。すごいね。じゃあさ、あれもうめちゃくちゃあれなんじゃないですか、飛行機乗ってるんじゃないですか。海中、何、海中じゃない、どういうこと、ミンチューじゃない、アンチューみたいなやつですか。めちゃくちゃ動線を守る信じ、え、それはすごい、それはすごすぎる。めちゃくちゃ動線を、あ、見ないで書く、見ないで書くって言ったらめっちゃ見てんねんけど、ミンキめちゃくちゃ動線を守る信じ。いや、それ先輩も守らなきゃいけないでしょ。めちゃくちゃ動線を守る新人。当たり前やけどな、それ。当たり前じゃない。面白い。メモしたのみたい。いや、もう、やばいですよ、もう。ぐっちゃぐちゃ。メモを見ないで書く人。よし、なんかいろいろまとまったのでありがとうございます。ありがとうございます、助かりました。まとまったの、はい、なんとかなんとかまとまりました。あの結果の方はツイッターの方でご覧ください、お願いします。まとまった、本当に。つい最近夏の運動会に出てた新人さん、夏の運動会に出てた新人さん、全然違う回答来そう。ありがとうございます。ありがとう。ではじゃあ今日はこんな感じでランキング読めますね。ランキングどこから
あ、壇上の13位の方からお読みしたいと思います。13位は、え、すごい、このアイコン可愛いですね。ラプンツェルみたい、可愛い。13位の方は高橋シーノさん、ありがとうございます。12位はけむりさん、ありがとうございます。11位はみやびゆきさん、10位はあきぴろまんさん、9位はけいふさん、8位はえりこさん、7位はたっちゃんさん、6位はゆうさん、5位はちえちゃんさん、そして4位はうののしかさん、3位はまねきねこさん、2位は一般ピーポーさん、1位はてのださんでした。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました。皆さん、では久しぶりに皆さんとお話ができてよかったです。突然だったけど、突然やったな。あの、あれできてましたか？ツイッターの通知。では、バイバーイ。また会う日まで。バイバーイ。ありがとうございます。また会えますように。また会えますように。そうだね。また会おうね。おやすみなさい。バイバイ。